サマセット公、サマセット公、デュック・オブ・サマー・アーセットは、イングランド貴族の公爵くらいである。その名前は、サマセットに由来する。過去に4回創設されており、現存する第4期のサマセット公爵位は1547年に、エドワード・シーマーが除されたのに始まる。彼は、大逆罪で処刑されたため、1世紀以上にわたって、爵位が失われたが、ひ後、 ウィリアム・シーモアの第の1660年に尺位が復活し、以降2016年現在まで続いている。ウィリアム・ドゥ・モーン・オブ、ダンスターは、神聖ローマ皇后、マティルダ、ヘンリー一世の娘のお気に入りで、彼女が国王スティーブンと王位を争った時にもウィリアムは、マティルダを支援ていた。彼はその功績によって1141年にサマセット博に助せられた。 もっともこの称号は、スティーブンにもヘンリー二世、マティルダの息子にも承認されなかったため、ウィリアムの子孫はこの称号を使わなかった。ジョン・ボー・フォート、1371年頃から1410年は、ジョン・オブ・ゴーンととキャサリン・スー・イン・フォードの息子である。彼は1397年2月10日に、サマセット博に助せられた。死後、借位は、長男ヘンリー。 1401年から1418年が継承するが溶接してしまったため、次男ジョン、1404年から1444年が継承する。1443年8月28日にジョンはサマセット公、ケンガル博に除せられる。しかし、翌144 14 4年に急死、自殺説もあり、公爵位もケンガル博爵位も消滅してしまう。 サマセット伯爵位は休止した、ジョンの弟エドマンド、1406年から1455年が継承した。エドマンドはすでに1442年には、ドーセット伯に、1443年には、ドーセット公に除せられていたが、新たに、サマセットの所領も継承し、1448年3月31日に、サマセット公に除せられている。エドマンドが、サマセット公の時に、 ヨークコリチャードが、ランカスター朝の国王ヘンリー六世に反旗を、翻し、国内を二分するバラ戦争が勃発する。エドマンドは、ヘンリー六世の側近かつヨークコの政敵である。ことから当然ランカスター派に組みたが、1455年の第一次戦闘オルバンズの戦いで戦死し。借位は、息子ヘンリー、1436年から1464年。 が継承する。ヘンリーは1461年3月のタウトンの戦いの敗戦でスコットランドに逃走し、1461年11月4日にヨーク町のエドワード4世から反逆罪を理由に剣剥奪され、借位も所領も募集される。1463年3月にスコットランドから戻ったヘンリーは、エドワード4世と和解して、借位、 所領ともに返還されているが、間もなく再びランカスター派に復帰し、1464年5月のヘクサムの戦いで捕らえられ、処刑された。ヘンリーには、チャールズ・サマセットという子供がいたが、ヘンリー自身未婚だったため弱子として認められず、サマセット博を継がせることはできなかった。議会は、ヨーク町に反逆したサマセット公の社位消滅を議会法によって宣言。 したが、ランカスター派では、ヘンリーの弟エドマンド、1439年頃から1471年、お第四代サマセット公とした。彼は1471年のテュークスベリーの戦いで敗退し、そこで処刑された。彼の死によって、暴法時の家計は途絶えてしまった。1499年にヘンリー7世は、彼の息子エドマンドが、 まだ幼い先例の際に、サマセット校に指名した。だがエドマンドはわずか1歳で亡くなってしまったため、おそらくは公式に除せられたわけではない。ヘンリー・パッセイの死生児ヘンリー・フィッツロイ、1519年から1536年、は1525年6月18日に、ノッティン・マム博、リッチモンド校、サマセット校に除せられた。 彼は1536年7月22日に亡くなった時に後継ぎがいなかったため、爵位は消滅した。ロバートカーはジェームズ一世のお気に入りだった。1611年3月25日にロチェスター死爵に助せられ、その後数イン議員に任命された。1612年にソールズベリー博が亡くなると国王の秘書役を務め始め、 1613年11月3日にサマセット博に女せられた。1645年に妻フランセスとの間にできた一人娘を残して亡くなると称号は消滅した。エドワード・シーモア、初代は一階のナイトの息子であったが、妹ジェン・シーモアが国王ヘンリー・パッセイのお手つきとなり、1537年に3番目の王妃となって、その間に、 皇太子エドワードを儲けたことで急速に出世する。ジェーンが王妃となったのを期として1536年6月5日に、ビーチャム死者に除され、ついで皇太子エドワード誕生を期として1537年10月18日に、ハートフォード伯爵に除された。そして1547年1月に、老いエドワード6世が10歳で即位すると、五国境。 1547年から1549年として貢献することになり、1547年2月16日にサマセットコートアッシュのシーモア男爵に除せられた。しかし後に、性的はオリック・ハクジョンなどリートの清掃に敗れ、1552年1月22日に大逆罪で処刑され、爵位は剥奪された。その息子であるエドワード・シーモアは、 1559年1月13日にハートフォード伯爵とビーチャム男爵を新規に与えられている。彼は1560年にと秘密結婚したことで知られる。その孫である第二代ハートフォード伯、ウィリアム・シーモアは1640年6月3日にハートフォード公爵に除された。彼は大政復古直後の1660年9月13日の 議会の制定法によって素祖,祖父の借位、サマセット公借位とアッシュのシーモア断借位の復権が認められた。長命だった二代公の死後、子供たちは、長男、次男、三男まで、すでに死去していたため、借位は三男の子のウィリアム・シーモア、第三代が継承した。だが、この三代公も創生してしまったため、借位はおじ、先代、ウィリアムの四男のジョン・シーモア、 第4代、1646年以前から1675年が継承した。1675年に4代以降が死去すると、ハートフォード校の爵位は消滅した。サマセット公爵位を継承したのは、4代公のいとこに、あたる、第3代、フランシス・シーモアである。しかし彼も1678年に、未婚のまま、イタリアで暗殺された。 爵位は、弟のチャールズ・シーモア、第6代、1662年から1748年が継承する。彼は、傲慢な性格で威張り散らしたので、傲慢な公爵と、あだなされた。政治的野心も強かったが、トーリー党と保育闘争法のコウモリをしていたため、どちらの党派からも信用されず、以上には出世しなかった。しかし彼は、男子後継者のいない、 第11代ノーサンバランド白女スリン・パーシーの後取り娘、エリザベス・パーシーと結婚して、パーシー家の広大な所領を手にすることに成功した。エリザベスが死去すると彼は再婚したが、彼が1748年に86歳で、天女を全うすると、借位は、先災エリザベスとの子であるアルジャーノン・シーモア、第7代、1684年から1750年、が継承した。 七大公はそれ以前の千七百二十二年一月二十一日に母方の家系に伝わっていたに除せられていた。六十四歳と当時にしては、高齢でサマセット公爵位を継承したが、その時点で彼の長男は死去しており、男子の爵位継承者が残っていなかった。そこで彼は、翌千七百四十九年に、所領の大分割を行い、娘エリザベスとその向こヒュースミソンに、 遺産の多くを与えた。それに合わせて、同年10月2日には、特別継承権で、娘婿ヒュースミソンに継承可能な、ノーサンバーランド伯爵とノーサンバーランド州における、ワークワース城のワークワース団爵に除され、さらに同年10月3日に、妹の子供のチャールズ・ウィンダムに継承可能なと、カンバーランド州における、国家ス城の国家マス団爵に除せられた。 こうして1750年にアルジャーノンが亡くなると残った所領がルールに従って継承された。ハートフォード白尺位とビーチャム男尺位とトローブリッジのシーモア男尺位は消滅し、サマセット公尺位は初代公尺に遡っての分流である第六代ベディ・ポメロイ準男尺が継承した。八代公の死後、尺位は長男のエドワード・シーモア、第九代。 1717 17年から1792年が継承したが、未婚のまま亡くなったために、次男のウェッブ・シーモア、第10代、1718年から1793年が継承した。10代以降も間もなく死去し、社位は、長男で有名な数学者のエドワード・アドルファス・サンモール、第11代、1775年から1855年が継承する。 彼は洗礼を受けて、名前をシーモアからサンモール、ショートトン、マウアーに変えているが、その後もシーモアはしばしば使われる。1855年に11代公が死去すると、爵位は、長男のエドワード・アドルファス・サンモール、第12代、1804年から1885年、が継承する。彼は、自分が単にサマセット公の子孫であるだけでなく、 フランスの旧家サンモール家の末裔にも当たると主張して、ビクトリア女王にその借位を求め、1863年6月19日に、デボン州におけるベディ・ポメロイのサンモール伯爵に、除せられた。この時以降、長男エドワード・アドルファス・フェルディナンド・サンモールは、サンモール伯を儀礼称号としている。1885年に12代校が81歳で、死去した時、すでに、 息子たちに先立たれていたために、サンモール伯爵位は廃絶し、一方サマセット公爵位は、弟のアーチボルド・ヘンリー・アルジャーノンサンモール第十三代、1810年から1891年が継承した。しかしこの際に十二代公は、自分の長男の被着室師二人と自分の娘三人に、巨額の財産を残したため公爵家の財産は、産逸した。 13代皇が死去するとその弟アルジャーノンパーシーバンクスサンモール第14代1813年から1894年が継承した3年後にアルジャーノンも亡くなるとその息子のアルジャーノンサンモール第15代1846年から1923年が爵位を継承した1923年に15代皇が死去すると 彼にも子供がいなかったために、登園にあたるエドワード・ハミルトン・シーモア、第16代、1860年から1931年、が爵位を継承した。エドワードは、第8代サマセット公の罰子の子孫であり、実に170年前に枝分かれした家系である。エドワードの爵位は、息子のエヴァリン、フランシス・シーモア、第17代、 1882年から1954年が継承し、その子、パーシー・ハミルトン・シーモア、第18代、1910年から1984年へと引き継がれた。現在、サマーセット公爵位は1952年に生まれた、ジョン・マイケル・エドワード・シーモア、第19代が保有している。また、法廷推定相続人は1982年に生まれた、 シーモアダン・シャク・セバスチャンシーアである。家訓は義務による信頼。所有邸宅は南デボンにあるとサマセットにあるである。現当種の第十九代サマセット公爵は以下の爵位、順弾爵位を保有している。シーモアダン尺位が法定推定相続人の儀礼称号である。他の公爵家がマンチェスター公を除いて、 儀礼称号に公爵もしくは白爵を用いるのに、対してサマセット公だけは他に従属称号を持たないめ、最も低い称号を儀礼称号として用いている。かつての従属称号は以下の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。